はい、皆さんおはようございます。ただいまの時刻は、だいたい朝の7時前ぐらいだと思うんですけれども、今回この動画は、シンガポールからマレーシアまで、タクシーで移動してきたということでやっていきたいと思います。シンガポールからマレーシアまでは、バスとそれから列車でも移動できるんですが、列車のチケットっていうのはね、駅に行かないと買えなくって、しかも全席指定席で立ち席券がないということで、満席だったらいけなくなっちゃうし、バスの場合は入国管理と出国管理のそれぞれ2箇所で、バスを降りて、その何だろうな、入国管理官のところに、歩いて行かなきゃいけないので、かなり面倒くさいということなんですが、タクシーで行くとね、もうパスポートとそれから出国入国カードを、タクシーのうんちゃんに渡せばね、勝手にやってくれるということなんで、結構ねもう座ったままでそのまま、出入国できる、かなり、楽ちんな乗り物となっております。ただですね、その越境できるタクシーは、全てのタクシーではなくてですね、国際タクシーのライセンスを持ってる人じゃないとなんかどうやらダメらしくって、まあそのライセンスを持ってるタクシーがあちらのね国際タクシー乗り場に発着するというみたいなんで、今ねちょうど地下鉄の駅で、降りてあちらに向かって歩いてるところです。でね、私鉄道駅の JB セントラル駅っていうところに行きたいんですけれども、マレーシアのタクシーだったらそこまで行ってくれるんですけれども、シンガポールのタクシーだとどうやらなんかマレーシア側の到着地点がなんか固定されてるみたいで、ちょっと駅から離れちゃったところにあるみたいなんですよね。だからまあできればマレーシアのタクシー乗りたいんですけれども、ちょっとねなんか選べないっていう噂もあるんで、ちょっとそれは行ってみて確認していきたいと思います。シンガポールジョホールタクシーサービスって書いてありますね。自販機は日本の中古です。冷たいってね書いてありますね。
dengan sajian klasik hari ini Sabtu 15 Februari 2020. Terima kasih yang sudah mula meramai. Lawan awal dilakukan Kementerian Kesihatan antara langkah untuk menyekat penularan novel coronavirus. Kita kena pantau sebab macam ni kita kata kita pantau tak tengah kita kena faham.以上、タクシーでシンガポールからマレーシアにやってきたっていう動画でした。ここはね、JB セントラル駅ってことで、まあ、マレー鉄道に、ね、これから乗って、14系客車が置いてあるグマス駅っていうね、ところまで行きたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。